楽々開運、飛躍と駅なら近づく。はい、タイトルコールは変わりました。変わりました。はい、八白本命なので、まあいろいろなものがね変わっていくっていうことがすごく運気を良くするんですよ。例えばね、二度も離婚して名字が変わるとかね、あるいはもう家を変えるとかね、もうほんと引っ越ししたり模様替えしたり仕事変えたりとかっていう風にして、今度歌手の活動も始めてますけど、ずーっと同じことするよりもどんどん変えた方が運気がいいというようなのが八白の持つ木です。しかも天柱札ですね。あ、そうなんですよ。なので、まあ、空房というふうにね、気学では呼んでいますし、世間では天柱札とも呼ばれております。私は虎う空房なんですね。で、2月が、まあ、虎の月で、で、去年は虎年だったんですね。で、今年もうさぎの年で、まあ、来月ね、3月はうさぎの月で、まあ、2ヶ月間そのね、空房が続くんですが、まあ、空房の時始めたものは終わってしまうんじゃないかという検証がありました。で、続いております。はい、なので空房から始めてもちゃんと発展していくんだというのが、まあ、皆様の、ね、おかげで応援していただいて、もうそろそろ登録者数も1000人になるんじゃないかなというような勢いになっております。どうもありがとうございます。ありがとうございます。これからも皆さんの、ね、開運の情報をお届けしてまいりたいと思っております。豪土星の3月の運勢です。3月の6日から4月4日までが3月節となっております。はい、1つ目、新しいことに取り組もう。2つ目、コツコツ処理する。3つ目、刷新することに最適。はい。まず1つ目ですね。3匹の上に来ますので、3匹っていうのは物がね、新しくこう始まっていくっていうようなところになっていますので、豪雨の方っていうのは多分ね、新しいお話が舞い込んでくるんじゃないでしょうか。で、それもですね、舞い込んできたからといってすぐにねうまくいくというようなものでもないんですよね。で、これは今までやったものとちょっとね違うようなものなんです。だから今までのやり方をそのままやってしまって強引に進めようとするとうまく進まないという可能性があります。ですからちょっとねこれ準備がね必要かなというのがありますので、豪の方は始める前にですね、どんなものなのかっていうことでちゃんとねしっかりとこう基礎固め準備をしていただきたいなというのがあります。コツコツとっていうことなので、うん、新しいことになんかこうチャレンジするっていうのと、うん、コツコツやるってちょっとなんかこうピンとこないんですけれども、うん、春になったらウキウキしてね、なんかいろんなことをやりたいなと思って豪快にバーっていう風にね行きそうですよね。でもまだちょっと寒いですよね。なのでそこでバーっとやっぱり動いてしまうと怪我をしたりとか失敗してしまったりっていうことになるんですよね。なのでコツコツとっていうのは、まあ、気は焦るんだけれども、この時期に方向転換しやすいようにやってみたけれどもちょっとうまくいかないなっていう風に思ったら、コツコツやっていけばそんなにたくさんは進んでいないので、そこからちょっと方向をね修正してまたさらにやっていくっていうことができると思います。なのでコツ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 っていう積み上げは豪の人すごく得意だと思います。でも3匹の上にあるので、新しいことをね始めたらなんか何でもできてしまう豪さんだからね、それにポンと飛び乗ってパッとやろうかなっていう風に思ってしまうんですが、意外とねなんかね自分はやる気になるんですけど、周りの環境的には動く時ではないんです。ですからもう自分の目に見える範囲のところでやるっていうところがこうポイントになってきますので、みんなと一緒にガーッと動くっていう感じではないです。では刷新というのが最適な月になるということなんですけれども、うん、はい、なかなか豪土星さん刷新というイメージはないですね。そうですね、変化とかっていうものをどっちかっていうとちょっと嫌ってしまうというか、あるものをずっと持続するとかっていうものは得意かもしれないですよね。でも、まあ、3匹の上に乗った時っていうのは新しいことを始める方がいいですし、2023年っていうのはステージがもっともっと大きくなるっていう時なので、自分のその豪の方の本当にこうねやりたいなっていうふうに思っている得意分野だったりとかっていうこととはまた違う大きなお話がね舞い込んでくるので、やっぱり新しいっていうところでは本当にやったことがないようなチャレンジだと思いますね。
敵の毛は三地剥くということで、はい、剥がれるという感じなんですけど、はい、うん、この毛ちょっと嫌だわっていうような声よく聞くんです、うん、そうですよね。周りにね精進がいっぱいあるっていうような感じなんですね。頼りにならないような人たちが周りにいっぱいいるっていうことです。でも自分はすごく力もあって何でも一人でやってしまえるんですよ。でも周りと一緒には動けないっていうようなところなので、そこで自分の力を発揮しようと思ってもタイミングがちょっと合わないということなんですよね。でここはちょっと待ってみて、自分の時代がやってきた時にその力をぜひ発揮したい方がいいということなので、三地剥くから全部失ってですね、もう一つ地雷吹くといって陽が立ち上がるまでのこの一連の流れのところには一回全部がなくなってしまうというような体験もあります。これね結構辛いというか、せっかくのものなのになくなってしまうのみたいな感じはあるかもしれないんですけれども、例えば建物建てるにも瓦礫とかが残っている場所に新しい建物を建てるっていうのは難しいですよね。まっさらな更地にしますよね。で更地にするからちゃんとまっすぐ立つっていうところがありますので、このね更地にするっていうような一月かなというのはありますね。じゃあ進めていくっていうことに関しては、うん、まあ、時期ではないし味方も少ないと、うんうん、準備です。準備、まあ、そこが準備に当たりするということですね。そうなんです。ちゃんとね準備をしておけばわーっと登ってった後もね長いこと成功が続きます。これが大体ねやっぱりねバーンといきなり上がった人っていうのはねもうすぐにね落ちちゃったりっていうところがあるんですよ。これって痛くないですか？せっかく同じ打ち上げ花火のようにねバーンっていう風に上がったんだったらそれが長く続きたいですよね。なのでまあそこを長く続かせるは得意な豪さんですので、でも周りの人がそれをね協力してくれる方がいるかっていう風になった時にいらっしゃることはいらっしゃるので、それをちゃんと見定めてお手伝いいただくようにコミュニケーション取って依頼していただいたりということはしていただいてもいいかなというふうに思いますね。味方は少ないがいるということですね。いるんです、はい、ちゃんと相談できるようなすごい応援をしてくれるような人っていうのは周りにいらっしゃると思います。ではその人たちと協力して、うんうん、自分の方から合わせていくと、うん、そうです、はい、という風になっていくんじゃないかな3月はということですね。豪土星の3月の開運法を教えてください、うん、はい、3月はですねぜひ早起きをしてみてください。そして早起きをして SNS の投稿をしてください。豪土星の、ね、方の中にはこうしたインスタグラムであるとか Facebook、YouTube、TikTok といったような SNS はまだやっていないという方もいらっしゃるかもしれません。でも新しいことを挑戦する時ですよね。最初からうまくはいかないと思います。でもやっていくうちに徐々に積み重ねることによって大きな収穫を得る時期がやってきます。ですのでコツコツやるっていうことと新しいものを始めるっていうところではこうしたものがいいと思います。そしてやっぱりね朝の6時ぐらいっていうのは主婦の方とかっていうのも案外聞いていたりとかね見ていたりするんですよね。日中はすごく忙しいっていうようなね現代人ですので、こうした朝早くっていうのは見ていただけたり反応していただくとってもいい時間帯なんですよ。新しい習慣作りとして早起き、そして SNS 投稿、はい、ぜひ採用してください。見てください。はい、このチャンネルでは皆さんがねこう開運気質になるようにいろんな情報をお伝えしておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして LINE 公式の方に開運とメッセージをいただきましたら開運気質に俺はなるという有料級の動画をプレゼントさせていただいております。そしてね、いろいろな、まあ、鹿塾の方では講座を用意しておりますが、なんか勉強したいなという方いらっしゃると思います。でも何から勉強していいかわからないなという方のために無料のねコンサルというものも受けられますので、概要欄の方に連絡先をね載せておりますので、ぜひぜひご遠慮なくご相談いただければと思います。今日もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。